今回ですね、前回は、13インチのクワッドコアですね、MacBook Pro 13インチのクワッドコアを、買いまして、で、それはですね、それを、使うつもりだったんです。もともと僕のずっと使ってた実機がですね、1年4ヶ月ぐらいしか使ってないんですけど、プロセッサーがインテルの Core i5 で、3.1 ギガで、メモリが8ギガなんですよね。で、結局、こちらの方がですね、特に不備はなかったんですけど、メモリが8でも良かったんですが、こちらのですね、Type-C のこの端子ですね、これがですね、スカスカになってきて、これを修理に出したいっていうことで、修理に出す間、使う、マックがなくなっちゃうわけですよ。で、前回のクワットコアの方はですね、お読みに取られまして、それをですね、使えないんで、もう仕方なく新しいのを、24回払いの、スーパークレジットで買ってきました。あそこはオリコさんなんですけど、今回買ったのがですね、15インチにしました。っていうのは15インチの方がですね、でですね、ストレージがですね、SSD の256、256が一番下なんですけど、小さい方なんですけど、結局ですね、これをですね、高額なお金をかけてストレージを増やしてでもですね、結果的に入りきらないんで、動画っていうのは。もう外付けハードの方に、一応、編集済みのものを保管したりとか、もう外付けの方に移すことにして、無駄にストレージ広げても、高額かけても仕方ないということで、私はもうそういうやり方にしようと思ってます。でですね、こちらがですね、定価、無論定価販売なんですが、258,800円税別となっております。で、私3日間ね、実はこれ考えてですね、3日間もね、ずっと考えてたんですよ。で、こちらの方のですね、Apple のですね、Apple さんの、こちらの方のですね、これを見ながらですね、ここで、15インチを選んで、ここで購入として、このオプションのですね、こういうのをですね、いろいろ、ね、グラフィックカード変えたりとか、こちらの方で、ね、いろいろやってみて、悩んで、結局最終的にはこの、要は、ここのグラフィックスの、オプションだけ、プラス1万円制で変えようと思ったんですけどね、散々考えた挙句、Apple Store に行ったらね、ないんですよね。これ、Apple Store、Appleサポートの方に電話しないと、オンラインというか、そちらの方でね、注文しないとね、このオプションはかけれないんですよ。で、お店にあるオプションというのは、例えばもうこちらも、最低でも1テラ、1テラのメモリーになってて、で、もうこういうものも32まで上げてあって、結局スペックを思いっきり上げる人の、アルティメットっていうんですかね、なんかアルティメットって言ってました、そういうお客さんのことをね、ショップの人が。で、そういうスペックのものだったらありますって言われたんですけど、見てください、これ37万9800円、38万円になっちゃうんですよ。これ、もう車買いますよね。で、冗談じゃないなっていうことで、一応私はですね、もう、そういう話からもうちょっと15分20分ぐらい悩んだんですけども、ノーマルのものでこの258,800円、こちらの方がもういいですよということで決めました。で、それじゃなくてもね、これアップルケア入らないといけないんで、これも30万オーバーしてるんですよね、最終的には。で、そういう状態なんで、一応これをですね、こんな感じで買ってきて、今から開封したいと思います。今からですね、急いでこの開封動画を撮りましてですね、すぐにね、ちょっとアップルサポートに電話してですね、私はデータ移行を
自分でやる自信がないので、ちょっとアップルサポートを受けながらやっていきたいと思います。で、まあちょっと開封をですね、こちらを、私15インチはね、これ初めてなんですよ。15インチはね、さすがにちょっとね、どうかなと思ったんですけど、ちょっとね、最初はね、iMac の方が、ニューモデルが出たばっかりで、昨日から発売ですよね。iMac でもいいなと思ったんですけど、iMac にするとですね、このデスクの上をね、一応 L 型でデスクあるんですけど、いろいろ乗っかっててね、デスクの方がですね、片付けなきゃいけないんで、ちょっとそれ不可能だなと思いまして、で、やめました。で、まあ、こちらはですね、こういう感じで、ビニールを取りまして、はい、はい、こういう、はい、いいですね。はい、こんな感じです。はい、大きいですね。はい、こちらですね。はい、こちら、はい、開きます。あ、重たいです。やはりですね、これ、重たいですね。15インチずっしりきます。はい、こんな感じで上げてきます。はい、これもですね、最終的に、今使ってる、その修理に出す、13インチもですね、一応これ、直ったらね、売却しようと思ってるんで、13インチの方もこういう箱類はですね、綺麗に取ってあるんですよ。一応まあできるだけね、売却して次に付き合う人がね、気分がいいかなと思って、こういうものがね、綺麗にやると、非常に気分がいいと思います。はい、こちらが、ちょっとね、こんな感じで、こちらケーブルですね。はい、こちらがまあ通常にケーブルで、はい。こちらね、やはり15日で、おそらくこれワット数が違うんで、これはもう出して使うことになると思います。はい。はい、じゃあ、ちょっとね、開けてみましょうかね。はい。こちらはですね、はい。はい、このサイズ感がですね、このサイズ見えますかね、ちょっと。これ映りますかね、こんな感じなんですけど。はい。こちらがですね、こういう感じで。いや、かなりやはり違いますね。このぐらいの、すいません、ね、新しいんで、これちょっと重ねる勇気がありませんけど、見えますかね、こういう感じで、このぐらいで、違いますね。やはりね、この、まあ、テーブルの上をこうやって動かすぐらいなら、さほど、苦労はないですね。結局、テーブルの上をこうやって引きずって、こうやって場所、位置を変える分には、そんなに差し当たり、ないです。はい、ありましたね。いつもの、モニターの紙です。はい、もう立ち上がりました。このようにですね、アップルさんは、このように、はい、もうこの時点でセットアップが始まります。はい、こんな感じで始まります。それでは、セットアップしたら、後でもう一回撮りたいと思います。はい。はい、とりあえずですね、開封の方をしまして、今ですね、やっとその OS のバージョンをアップデートしまして、新しい Mac の方にが済んだんで、移行アシスタントの方で、今移行アシスタントの方をかけて転送を始めたんですが、残りがですね、さっきですね、2時間40分って出てたら、一瞬でもう残りが約48分になってるんですが、どういうことかな。一応ですね、今こんな感じで情報を転送してます。ただですね、ちょっと疑問だったのが、Apple Store の方で、僕担当者の人が言ってたのは、この充電用のこの、ケーブルですね。サンダーボルトの専用の線じゃなくても、ちょっと遅いけど、これで転送ができるって言ったんですけど、まあ今は Wi-Fi で転送してるんですけど、Apple サポートの人はね、これではできませんよって言うんですよね。だどういうことかなと思ってちょっと疑問なんですけど、まあ多分おそらくまあアップルはそれを推奨してないからそうやって言ってると思うんですけど、ショップの人が教えてくれたんですけど、まあこれでもできますよみたいなこと言われて、まあちょっと開けるときに
T を開けた瞬間にもう T を押して、T を押した状態で起動すると画面が変わってどうのこうのって、なんて言ったらいいかな、ターゲットモードですかね、なんかそんなこと言ってましたけど、それでできるようなんですが、まあ、とりあえずですね、まあ、イコアシスタントの普通の方法でね、Wi-Fi で今転送しております。まあ一応こんな感じで、データがすべて移れば、まあ、今日からもうすぐに同じ状況で使えるんで困らないんですけど、で、まあ、これがデータの転送が全部して、まあ、ほとんどこの重たいデータ、さっきも、昨日の時点で見たのかな、今日はアップルで見てたら100ギガぐらいあったんで、100ギガの転送になるんで、ちょっと時間はかかるっていうふうに言われたんですけど、まあしょうがないですね。動画をね、全部消して、軽くしようかなとも一瞬よぎったんですけど、できればまあちょっと、撮っときたいんで、とりあえず消さずに、転送かける、ことにしました。まあ一応こんな感じで今転送中です。はい、やっと終わりました。8時半ぐらいですね。8時20分か30分から、OS のアップデートから始めて、結局9時ぐらいに OS のアップデートが終わって、そこからデータ移行かけて、今10時19分ですから、まあ約、2時間。ぐらいで、データ移行が終わりました。まあ、100ギガのストレージ入ってたんですけど、100ギガデータが。で、まあ、とりあえず、Wi-Fi の無線状態で、Wi-Fi によるデータ移行を、100ギガ2時間で完了した感じですね。まあ、OS のアップデート除いたらどうでしょう、1時間ちょっとぐらいだと思うんですけど、割と順調にできたと思います。とりあえず、こちらの13の方は、明日ですね、もう一度 Apple サポートに電話を入れて、こちらのですね、Type-C のこのジャックの修理に出したいと思います。はい、それでは、まあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、さようなら。